メンソーレビーレジェンドのソメダです。ご覧いただければわかるように、本日は沖縄からお届けしております。冗談はねさておき、こちらですね、メンソーレシークワーサー風味レビューをやっていきたいと思います。9月のね、新限定フレーバーはこちらですね、沖縄の、まあ、名産物でもあるシークワーサーですよね。こちらのねフレーバーを再現した、プロテインになります。まあ、ビーレジェンドはね酸味系のねフレーバーがやっぱり得意っていう形でね、どういったねフレーバーに仕上がってるのか非常に楽しみですね。それでは飲んでいきたいと思います。ちょっとパウダーがいつもより少しあの青みがかってるような風に見えます。今パウダーの状態ではね、そこまであの柑橘系の匂いはね漂ってこないですね。それでは、いつも通り、すり切りですね、すり切り1杯を水200ぐらいに入れていきたいと思います。今回もね泡立ちもねダマもほとんどありません。ただ1点ね、今回あのこのシークワーサーのね旨味をねより表現するためにシークワーサーのね、あの皮であったりねパウダーこれ抽出しているんでね、皮っぽいのがね入ってるんですね。うまくね味を表現するために入れてるものになりますんで、気にせずそのままね飲んでいただいても問題ありませんのでご注意ください。あ、ここは沖縄のビーチですか。匂いを嗅ぐとあのすごい柑橘系のねいい香りがねします。早速ね飲んでいきたいと思います。それではいただきます。デジーマーさん、あの底の方にねあのシークワーサーのつぶつぶが残ってますね。柑橘系とかねさっぱり系のプロテインビーレジェンド作るの本当に上手だなって思いました。プロテイン感はもうほとんどなくて、ゆずジュースとかシークワーサージュース、風味豊かで酸味苦味もしっかりしてて、まあでも甘みのバランスも非常に良くて、言われなければ本当にプロテインとわからないぐらいうまくねあのシークワーサージュースの風味を、ね、こう再現できてるんじゃないかなと思います。まだ続くねこう暑い時期とかにもね非常にね飲みやすいフレーバーだと思いますし、もちろんこうあのしっかりね追い込んだトレーニングのねあとなんかにも非常にさっぱりとして飲めるんじゃないかなと思いますね。メンソーレシークワーサー風味を5段階のね星で位置付けするとすれば、ベリベリベリーが甘み1、酸味が5だとねすると、メンソーレシークワーサー風味に関しても甘みが1で酸味がね5の持っていただければね、こうイメージしやすいんじゃないかなと思います。栄養成分表示ですね、1食 30g あたりですね、エネルギーが 119.2kcal、 タンパク質が 21g、 脂質が 1.6g、 炭水化物が 5.1g、 食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C が 42mg、 ビタミン B6 が 1mg ですね。こちらのね気になる発売日なんですけれども、9月9日水曜日お昼12時から限定3000袋となっております。販売価格はね、通常通り3200円となっております。で今回もね3000袋限定数がございますんで、あの早期完売がね予想されますんでね、下のね概要欄の方に購入ページへ飛ぶね URL 貼っておきますんでね、ぜひそちらからねお買い求めいただければと思います。柑橘系とかねそういうフレーバーがね好きなお客様はね気に入っていただけること間違いなしです。僕もねこう酸味系が好きなんですけど、かなりねお気に入りに入るフレーバーになってますんでね、ぜひお早めにお買い求めください。それではね、また次の動画で会いましょう。アンシェ、またやさい。